セーシェル。セーシェル共和国、通称セーシェルは、アフリカ大陸から 1300km ほど離れたインド洋に浮かぶ115の島々からなる国家で、イギリス連邦加盟国である。首都はビクトリア。正式名称は、セーシェルクレオール語で、リピブリックスゼル。フランス語では、通称、レセシェル。英語では、通称、セーシェルズ。日本語では、セーシェル共和国。通称、セーシェル。英語風に、セーシェルとも表記する。国名は、フランスの財務大臣ジャン・モロー・ドゥ・セシェルにちなんで名付けられた。セーシェルに関する、最も古い情報は、7から8世紀にアラブ人が来航したことである。1502年にはバスコダガマの第2回東インド航海においてアラブ人が活動しているのを目撃している。17世紀には海賊の基地となっている。1742年にフランスが探検隊を送り込む。その際、その当時の首相の中から諸島の名前をセーシェル、最大の島を前。総督からマヘ島と名付けた。1756年にフランスが領有権を主張。しかし、1794年にはイギリス海軍のものになり、1814年にはイギリスも島国モーリシャスの一部として領有を主張した。以来、フランスとイギリスとの支配権をめぐり対立していたが、1815年にパリ条約により、フランスがイギリスに領有権を譲渡した。1872年にセーシェル独自の行政審議会、立法審議会ができる。20世紀初頭にはモーリシャスから分離。1964年に独立派のフランス=アルベール・ルネとイギリス領派のジェームス・マンチャムよる政党が組織される。1965年、アメリカに貸与していたデロッシュ島、アルタブラ諸島、ファーカー諸島がイギリスに戻る。1976年、政権会議が行われ、同年6月28日にイギリスから独立し、独立憲法も発布される。マンチャム大統領とルネ首相が連立される。マヘ島にアメリカの人工衛星追跡ステーションが設置される。1977年にルネがクーデターで実権を握り、同年6月に憲法を社会主義志向のものに改変した。以後一党独裁政権が続くが、1991年に複数政党制を導入。2004年、ルネ大統領が引退。セーシェルは共和制を取る立憲国家である。現行憲法は1993年に発布されたもの。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年。行政府の長として強大な権力を行使することが憲法で認められている。内閣に相当する閣僚を評議会のメンバーは大統領が任命する。首相職はない。議会は一院制の国民議会で定数は35、うち25議席が直接選挙枠。議員任期は5年。主要政党は人民党、旧セーシェル人民進歩戦線と、セーシェル国民連合、旧セーシェル国民党。人民党が1977年以降与党であったが、2016年の総選挙で、セーシェル国民連合が人民党に勝利し、初めて与党となった。2015年12月に行われた大統領選挙で、当時のジェームス・ミッシェル大統領、人民党が参戦を果たしたが、翌年10月に、新しい指導者に引き継ぐ時が来たと述べ辞任した。後任にはダニー・フォール副大統領が昇格した。国軍が存在しており、正式名称、セーシェル人民防衛軍、セーシェルピープル、Sディフェンスフォーセス、SPDF。2012年現在、総兵力は650人。実動部隊は、陸軍、警不評部隊、特殊部隊、大統領警護隊。憲兵隊、軍用犬訓練学校、軍楽隊からなると、沿岸警備隊、海兵隊を含むからなる。沿岸警備隊には付属の航空隊が存在していたが、2014年現在、財政難から航空活動、紹介、捜索救難などは、公営企業に業務委託されている。過去には徴兵制が施行されていたが、現在は廃止されている。独立時には国軍は存在せず、1977年のクーデター後、ルネ大統領派の民兵を基礎として、SPDF が結成された。クーデターにはタンザニアが関わっており、この経緯でクーデター後しばらく数百人がルネ大統領の警護と SPDF 育成のために駐留していた。後継のクーデター未遂事件以降、急速に旧東側に接近し、ソビエト連邦、中華人民共和国、北朝鮮、1989年に撤退などから軍事顧問団を迎え入れていた。冷戦後はアメリカに対し国内に人工衛星支援基地の設置を認めるなど旧西側との関係も強まっている。近年はソマリア海域に近いことから海賊対策にも力を入れつつあり、2010年には沿岸警備隊と海賊の間で戦闘も生じている。1981年には南アフリカが関わったと見られるクーデター計画が露呈。スポーツ選手を装って密入国したクーデター側のマイク・ホアー中佐率いる白人傭兵部隊エンシェント・オーダーフ・フロス・ブロヤーズと SPDF が応戦、クーデターは頓挫した。敗走した傭兵たちはインドの旅客機をハイジャックして国外に逃走した。80年代には前傾のクーデター未遂も含め国外の亡命組織や白人傭兵が起訴した。ルネ政権転覆計画が頻発したが、いずれも失敗に終わっている。2011年12月には、ソマリア沖海賊対策や、真珠の首飾り戦略などに基づいて、海洋進出を推し進め、セイシェルの国会議事堂などを建設して強い関係を構築してきた中国は、セイシェル政府のたびたびの打診セイシェルに補給拠点を設置することを検討するも中国は、初の海外基地にジブチを選び、2018年1月にセイシェル政府はインドとセイシェルに軍事拠点を開設することで合意するも、野党の反対でシェル議会で批准されなかった。セイシェルは25の地方行政区分に分かれている。マヘ島が22、島嶼1を含むに分かれるほか、プララン島と島嶼が2つに分かれ、4番目に大きなラディーグ島全体が一つの地方行政区分をなす。主要な都市はビクトリア、首都がある。インド洋の孤島であり、マヘ島から南西のマダガスカル島まで 1100km、北西のアフリカ大陸、ソマリアまで 1300km 離れている。セイシェルは大小様々な島々から成り立っている。首都、ビクトリアのある最大の島マヘ島、マイ島、世界遺産、バレドメ自然保護区を含む2番目に大きなプララン島、プラスリン島のほか、環礁として世界第2位の規模を持ち世界遺産に登録されているアルダブラ環礁などが存在している。地質学的にはセイシェル諸島はマダガスカル島やインド亜大陸とともに中生代にアフリカ大陸のソマリアから分離し、その後インド亜大陸が分離していったため、島の基盤岩はこれらと共通な花崗岩である。一方、インド亜大陸の分離を生じたプレートテクトニクスで火山岩が噴出し、セイシェル諸島から南東に伸びる海嶺に位置するマスカリン海台の南で、モーリシャス島やレユニオン島などが玄武岩でできている。年間を通じ日中の最高気温は28摂氏31度、最低気温は24摂氏25度で、月間降水量は6から8月が最も少なく 100mm 以下、それ以外の時期は100から 300mm、1月は 300mm を超える。主要産業は観光業。セイシェルはインド洋の真珠と呼ばれており、主に西洋から美しい海に魅せられて観光客が押し寄せたためである。さらに、マグロを主とする魚介類、石鹸の材料となるコプラ、ココナッツの輸出等も重要な収入源である。その結果、アフリカでは高水準の国民所得を誇る。世界銀行によると、2017年の1人、当たり GNI は 14,180 米ドルで、アフリカの同年のデータがある国、地域では1位であり、かつ唯一の高所得国である。人間の豊かさを表す、人間開発指数、HDI は2005年度版人間開発報告書ではアフリカ最高の全国中51位を記録した指数は 0.821。一党支配体制の時、ルネ大統領により企業の国営化等社会主義的政策が進められたが、1993年に再選された後は国営企業の民営化、市場経済への移行等政策転換を図っている。リゾート地として発展したため、開発の際は厳しい環境基準を満たさなければならない。漁業も盛んで、エビやマグロを輸出している。現在のところ、観光業と漁業に依存しているため、経済の多角化を進めている。日本とは、1976年に外交関係を樹立。主に冷凍魚を輸出して、自動車を輸入している。日本大使館は駐ケニア大使館が管轄する。1995年に成立した経済開発法、エコノミックデベロップメントアクトは政府承認投資スキームに1000万ドル以上投資をした外国人犯罪者を自国民として保護し、身柄引き渡し要求を拒否すると定めていたが、国際的に問題になり2000年に廃止した。しかし北朝鮮工作員2名が2007年3月26日発行のセーシェル旅券を所持していると報じられ、問題になった。民族移動の歴史により、セーシェル国民の先祖は、アラブ系、インド系、印教、アフリカ系、ポリネシア系、ヨーロッパ系、フランス、華人と多岐にわたる。さらに、各民族集団同士の交流が広く進み、黒人とマダガスカル系のマルガシュ人とのクレオールを筆頭に多様なクレオールが居住する。公用語はセーシェルクレオール語、フランス語、英語の3つである。セーシェルクレオール語はフランス語がベースのクレオール語で、フランス領時代に現地語や移民の言語が混ざって発展し定着した。今では国民の9割以上、91.8% の母語となっており、共通語である。国民の大半はフランス語も話すことができる、フランス語圏となっている。また、宗主国の言語である英語は、政府機関や教育等で用いられる。その他、中国語やヒンディー語、アラビア語などの移民の出身国の言語も使われている。宗教は、カトリックが 86.6%、正教会が 6.8%、その他のキリスト教宗派が 2.5%、その他の宗教が 4.1% である。約70の幼稚園、小学校、中学校がありほとんどが公立である。他に高校に相当する技術、海洋、農業等専門分野の7校がある。2009年まで大学は海外留学だったが、ロンドン大学の講演により国大学ができた。2つの自然遺産が登録されている。ダイヤルアップによるインターネット接続が広く使われていた時期に、接続先、電話番号が意図せずこの国の電話番号に変更されてしまい、多額の国際通話料金を請求される事例が多発した。アダルトサイト等へアクセスした際に、接続先を変更するプログラムがダウンロード、実行されたことが原因と考えられている。通信事業者各社は対策として2002年12月頃から日本からの国際ダイヤル通話サービスを休止した。KDDI では休止した対地宛てはオペレーター使いの通話しかできない状態であったが、この措置が行われていた間は国際ダイヤル通話の料金を適用していた。この問題の沈静化により2010年4月20日より KDDI では国際ダイヤル通話が再開された。事業者によっては2018年10月現在も休止している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。